ヌミダ・メディアグリス・ホロホロ蝶は、記事目、ホロホロ蝶かホロホロ蝶属に分類される蝶類。本種のみで、ホロホロ蝶属を形成する。属名は、北アフリカの古代王国ヌミディアに由来する。種称名は、ホロホロ蝶を意味するギリシャ語で、ギリシャ神話の英雄メディアグロスに由来する。アンゴラ、イエメン、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ガボン、カメルーン。 ガンビア、ギアナ、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、マラウィ、マリ共和国、 南アフリカ共和国、モザンビーク、モロッコ、リベリア、ルワンダ、デソと全長53センチメートル。胴体は黒い羽毛に覆われ白い斑点が入る。頭部に羽毛はなく、ケラチン質に覆われた骨質の突起がある。また陰頭部には赤や青の肉水がある。雌由はよく似ているが、肉水と頭部の突起は、オスの方が大きい。 家畜化されたホロホロ鳥の灰色は白、茶色、灰色など様々である。草原や明けた森林等に生息する。地表生だが、放乱中のメスを除いて夜間は樹上で眠る。群れを形成して生活し、2000羽以上もの大規模な群れが確認されたこともある。横一列になって採食を行ったり、雛を囲んだり天敵から遠ざけるような形態をとる。 こともある。繁殖期になると、オスは縄張りを持ち、群れは離散する。危険を感じると警戒音を上げたり走って逃げるが、短距離であれば飛翔することもできる。和名は、江戸時代にオランダ船により持ち込まれた時に使われていた名称であるポルポラートが由来と考えられている。植生は雑食で、昆虫類、節足動物、甲殻類、果実、 種子等を食べる。繁殖形態は、卵生で地面を掘り落ち葉や草等を敷いた巣を作り卵を産む。繁殖期になると、オス同士が追いかけ合ったり争う。メスの実が放乱を行い、オスはその間別のメスと交尾を行う。ヒナの世話は、ユーとも行う。食用とされることもあり、生息地以外でも、課金として飼育されることもある。 ホロホロ蝶科の構成種の総称であるギニーフウォールは、花菌の原種である本種がアフリカ西部産であることに由来する。フランスや西インド諸島で飼育されており、フランス料理などで用いられることが多い。野鳥に似た歯応えで癖がなく、美味として知られる。花菌としてのホロホロ蝶は、神経質な上に寒さに弱いなど扱いに難しい部分もあるが、一方で病気には、 非常に強く薬を使わなくても丈夫に育つという利点もある。日本国内でも飼育を試みる研究機関、農家が和歌山県や岩手県の牧場や鹿児島県の南東に位置する与論島など数地点存在する。しかし繁殖には熱帯的な火器の気候を要し、けたたましい鳴き声やショックに弱いことなどから現時点では広い敷地が 必要などの特性がある。また、日本人向けの料理としては、今のところ、焼き鳥、叩きなどに限られるなどレパートリーの開発が進んでおらず、ベンチャービジネスの素材として、しばしば脚光を浴びるものの、一般的に普及するには至っていない。しかし近年、鹿児島県の与論島では、完全国内畜産内生産が行えるようになり、卵や缶詰などの生肉以外でも、 お中元などで、一般人向けに販売を始めている。和歌山県農林水産総合技術センター、畜産試験場、養鶏研究所は、全国で唯一ホロホロ町の使用研究を行う、畜産試験場である。https コロンスラッシュスラッシュ myoronislandfarm.co.jp スラッシュよろんアイランドファーム、完全国内畜産。 ありがとうございます。